エルネー・コルツォナイは、ハンガリーのブダペスト出身のフェンシング選手。1970年代中盤から1990年代前半にかけて、国際大会で活躍。オリンピックに3度出場し、エペ部門において2個の銀メダルを獲得している。1964年にブダペスティ・ハンブド、スポーテ GA ソレでフェンシングを始め、1969年、 フラスビボイスコラへ S スポーツクラブに移籍した。1974年フェンシング世界選手権団体同メダル獲得。1978年の世界選手権団体でハンガリーに初のメダルをもたらした。1979年の世界選手権では個人で銀メダルを獲得。1980年モスクワオリンピックのエペ個人で 銀メダルを獲得した。しかし1984年ロサンゼルスオリンピックは東側諸国のボイコットにより出場できなかった。1988年のソウルオリンピックでは団体6位、個人10位に終わった。1992年39歳となったコルソナイは3度目のオリンピックに出場し団体の銀メダルを獲得した。 現役引退後ギリシャチームの監督を務めたが、肝臓病を患い、移植を待っていたが2009年10月に56歳で、死去 AB、イルヒューニートコロクセアヌ、A マジャールビボスポート決める程度ありきゅ、オリゴフ。ありがとうございます。